ビンビール班長のお酒ペイシャー。はい、お酒ペイシャスです。はい、お酒ペイシャス。大丈夫ですか？大丈夫ですか？相田さんはねちょっと風邪をひいちゃってるんですけどね。さっきから話すと本当頭に血が昇って失神しそうになる。味判断できるんですかね。確かにね、こんないろいろ、しかもなんかなんて言うんですか、ちゃんぽんでしたっけ、いろんな種類のお酒飲んだらよくないみたいに言いません？そうね、普段ここでサーでやってるけど。まあでもこれは今日ビールチューハイ。はいはい、じゃあ説明します、はい、まず、1本目、キリンの一番搾り、取れたてホップですね。ああ、これ何が違うんですか？これはホップの香りが、またホップ出ましたけど、出た、出たホップ。なんだっけな。でも、そう、一番分かりやすいホップですよ。だってホップでホップの実みたいなやつが書いてある、ね、ジャケットに。そう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 、これがホップだよみたいな、マスカットみたいなね。ちょっとちっちゃいの、岩田県遠野さん、はあ、ホップですね。まあ、これはもう香りがいつもいいです、うん、ですね。もう一つが、はい、はい、もう出ちゃいましたか。すごい。冬物語、うん、札幌定番の、定番ですね。お前話ってね、あの太一さんがさ来てくれた時にさ、あと冬は冬物語っていうのが出るよねって。そう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 、秋が一番なんかそういうやつ、季節物系が多いんじゃないかっていう話をした時に、いや冬も冬物語って出るよみたいな。そう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 、で春がないんだ。そう、春がいまいちない。そうそう、でしかもなんかなんだっけ、味も夏はさっぱりで冬が濃くなって、うんうん、あ違う、秋が濃くなって冬はこう鍋に合うような感じのっていう話をしたんですよね。いいね、覚えてますね。はい、そう、鍋やりたい。鍋つつきながらこれやりたい。あ、それはいいね。次回鍋やりましょう。じゃあ鍋パーティー、鍋パーティースペシャル、外でやる。じゃあ外、羽根木公園で、羽根木公園で、羽根木公園で公開収録、ね、だって花見ね、羽根木公園でやったんだから、うん、寒かったよ。生ビールサーバー出て、はい、グツ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 マイク入っちゃうね、うん、あ、そうなんですね。でもそれがいいでしょ。それがいいです。はい、で冬物語ですね。そう、冬物語、札幌冬物語、はい、はい、ジャケもまた変わってます ね。 そうだね、毎年変わってるんですね。でもやっぱこの白に、白に紺、はいはい、ね、の文字でね、はい、これは変わらずいいですね、はい、あ、でも結構紺が地の時もある、わかんない、なんかそんな気がする、ね、文字ですか。でももうちょっとなんか今回割とシンプルな気もします。確かに確かに、もうちょっとなんか可愛い感じある気がします。うん、気するね。雪っぽい感じないですか、もっと。でも可愛いと思いますけどね、白地にシルバーで雪化粧してる感じ、雪の結晶がね、そうだね、プリントされてる、文字が割となんかシュッとしてる気がする、うん、シュッとしてるかもね、はい、で、3本目はサントリーですね、コクシボル。いやー、これ淡麗ゆず、ゆずですね、ゆずのチューハイってことです。ゆずって冬って感じしますよね。するする、風呂に入れて入りたい。今本当にそれ思ってる。ちょっとぬるくならないうちに行きましょう。そうですね、行きますか、はい、じゃあどれからいきますか。ホップから行きましょう。はい、はい、取れたて、岩手県遠野さんですか、これ。遠野って読むのかな。毎回違うんですかね、これね。でも岩手県のイメージあるけど、ね、ありますよ ね。 え、そうなんですね、うん、はい、キリンの数字が岩手県だったかな、なんていうか。あんまり泡立たない。はい、はい、取れたてホップ、風に揺らぐ息吹という名のホップだそうです。ああ、あ、うん、
ホップの香りと。ホップ、うん、ホップが効いてるね。俺これわかんない、俺舌ラリってるか。ちょっと甘い。あ、ちょっと甘い、ちょっと甘い、よかったよかった、ちょっと甘い、結構味がしっかりしてる、うん、しっかりしてますね。2016って書いてあるから毎年違うってことなんですか、これは。いや違うんじゃない、これは限定取れたてホップの2016版ってこと。そうそうそう、うん、毎年、あ、毎年、まだそのホップ取れる時期なのかな。うーん、毎年秋っすかこれって。いやでもね、俺ちょっと春のイメージ、僕も春のイメージがあるんですけど、うん、でも今年も収穫の季節がやってまいりましたって書いてありますよ。へー、あの瓶でもさ、このホップバージョンあるじゃん。 ありますね、うん、へー、うん、ホップバージョン、あれどっか用のが、ね、アスナー見た時取れたてホップ一番渋谷で行ったとこそうだったね、キリンのこのホップの瓶があって片岡くん飲んだ、ホップ、はい、どうでしょう。あうん、うまい、うまい、うまいですね、うん、あ、これ点数は難しいね、なんていうか、これちょっと難しいかもな。その普通とは変わってるってことは分かるじゃん。はい、そうですね、うん、でもこれをずっと飲むかと言われたら、ただそうなんですよね。ね、え、ビールと何が違うんですか。え、これビール？ビールビールビール。あ、でも生ビールって書いてある。非熱処理って書いてある。まあそれはこれもそうだね。そうだね。あ、本当だ。あ、あって。特別ではないんですね。非熱処理というのはよくわからないけど。あ、でもそう、第3のビールじゃないんですね、今回は。2つ2つともそう、うん、そうそうそう、高級品。これむしろちょっと冬物語を飲んで比べたい、あ、点数つけたい。新しいね、新しい、ね、新しいですね。それどうですか、それ、それでいきましょうか、いきましょうか、はい、じゃあ冬物語を入れてもらいましょう。え、これかわいいですね。なんかサラサラしてるんですけど、気のせいかな。それはしてるんじゃない。え、違いますよ。してますよね。違う。ほら、手触りです、このジャケットの。あ、これ。あ、ほら、これ。何ですか。北海道生搾りのやつ。あー、これがいいんだよ、俺好きなやつだよ。わかんねー。いいよね。これちょっとマットでしょ。そうです、ちょっとマットなんですよ。すごい。ほら。ほら。ごめんごめん。ごめんよ。違うじゃないですか、ごめんよってなんだよ。でもね、いいんだよね。札幌このマット感出す、たまに。冬物語。北海道生搾りのあるマットいいよね。あ、匂い違いますね、これ。あ、色がちょっと、色がちょっと濃いんですよ。濃いですね。濃いですね。すごいビール。濃いね。注ぎ方めちゃくちゃうまくなりましたね。イエーイ。イエーイ。なんだ俺さ、今、冬物語の昔の缶のジャケ見ようと思ったら、ケツメイシが出てきちゃう。なんで？わかんない。なんかでも結構出てきますよ、見ると。本当？こういうなんか、ああ、本当だ。とか、こういうのとか。そう、本当だ。確かに。青い。ほらほら、本の呪文やっぱ本当だ、やっぱそれ。へー、今回いいね、今回いいっすね、今回のがいいっすね、いいね。確かに札幌クラシックにちょっと似てますね。確かに確かに、テイストが、はい、早く飲んでください。何て言うの、何をしてんの今日。急ぐね、なんか。何をそんなに急ぐんですか。分かんないけど。ああ。色の割に濃くなかった、うん、え、むしろこれ取れたてホップより、わかんない、匂い違うなって思ったけどわかんないですね、うん、あ、全然違うわ。え、こっちがホップ、こっち取れたて、両方とも甘いな。ホップ飲んでみます。甘いですね、うん、やっぱ甘い、甘い感じがします。こっちも甘いですかね、うん、匂いわかんない。いや、匂いは、え、甘いって何。そっか。苦い。苦い。それでも確かに赤星とかよりはやっぱり、うん、ちゃんとしっかりな味。でも黒ラベルよりは甘いみたいな。そうですね、うん、しっかりだね、うん、あー
あでもやっぱあ、うん、え冬物語も飲んでみていいですか。いいよ。あでも決まりましたわ僕は点数は。わかんない割とでも、まあ、似てるっちゃ似てるのかな。いや方向性はいや香りがやっぱ全然違うからちょっとわかんないな俺、うん、色も全然違いますよね、うん、で冬物語はずっと飲めるね。あそう僕もそうだよね、うん、そうですね、うん、そうだよね。はい、はい、点数つけますか。取れたてホップが3で冬物語が4ですね僕は。いやそうだよね。そうなりますね。そうなるよね。うーん、うん、俺もう胃が熱くなってるわこれ。体調が体調があなんかホップの方が何の味なんか違う味がなんかやっぱ甘い甘いと思う。甘いって言うんですか。うん、甘いよね。確かに甘いですね。相田さんは同じです。ホップさん、冬物語4ですね。うん、僕はどっちも4ですね。おお、保つね。バランスを取るね。確かにトヨタホップが3はちょっとかわいそうなんだよ。そうですね。そうだよね。まあ、やっぱあったらどっちも飲みたいっていう気持ちは、うん、のテンションの上がり方としてはやっぱりそうですね。加味すると、うん、なんか味が違うのは分かるんですけど、うん、何が違うのかは分かんない、うん、味が違うのは分かるか。うん、冬物語でもやっぱそんな濃くはないよね。まあなんていうか、うん、そうですね、味はしっかりしてるけど、うん、そうですね、濃いって感じじゃないね、うん、やっぱだ鍋とかいける、うん、カニとかね、うん、あ取れたてホップの方が匂いが最初の味がすごいするけど思ったより匂いの割に味が後引かないというか。そうですね、うん、あみんなが言ってる甘いがわからない。まあそうだね、甘いって何。甘くないけど全然、それなんて言うんだろうね。取れたてホップの方が甘いってこと。え甘い甘い甘い、取れたてホップの方が甘い、うん、甘い甘い甘い、そうだから、あの中の中の下とかそういうことだろうね。苦いことは中としてこうあるってそっからの上中下みたいな、はあ、そこだから。だからなんていうかな。そうね、苦いそのそうだね、うん、まあでもそんなもんですよね、うん、冬物語でやっぱりでもいいよね。やっぱずっと飲めるのは冬物語。そうだね、やっぱずっと飲める、ね、食事と合うのは冬物語で、うんね、トレタヨップの方も美味しい、うん、それ料理じゃないね。確かにそうっす、料理と合わせるっていうか、うん、それだけか、これだけで飲んでてもいいし、まあ、和食はまだよな、あイメージとしてはね、うん、そうっすね、うん、なんか取れたてホップの方がちょっと味に癖があるなって思いました、ね、あそう、その違いって感じ、違、うん、ちょっと違うっていうのがそれかなって思った、うんうんうん、でも冬物語は色濃い割にさっぱりなんですね。さっぱりっていうか、そうですね、なんか濃いみたいな感じじゃないですよね、うんうんうん、意外とすっきりしてる感じだよね色の割に。そうですね、うん、はい、あこれも逆さ系ですね。おあ3本目淡麗ゆず黒絞り。あれこれゆず親戚酒ですよ。これあれですよ、あのリンゴの時と一緒、うん、ああこの前の、はい、リンゴの時も親戚酒じゃなかったですか。あれそうでしたっけ。そうでした、そうそう、親戚酒って初めて聞いたみたいな。てかさ言ってたっけそれ。はい、
その親戚種っていう言葉に対して全くわからないけどね、はい、何それ書いてあるけどさ、こうドカーンとそジャケットにもそこに対してそんなに魅力というかが ね、 なんかあるんですよね、果汁たっぷりとかだったらなんかわかりやすいけど、最近メガネビーキでこの話題なかったですか、振ってくださいみたいな生、あそう、でも過去のやつかな、果汁が入ってるわけではないのかな、あれでも生茶沈んでますので一度魚、生茶の話してたしてたしてた、生茶の話してましたね、したなんか荻がそう生茶これ腐ってるんですよね、そうそうそう、そうだこれは振るんですよって言われてそうだこれ腐ってんじゃねえかよ今コーラ絞り、はい、いただきます、国産の柚子をつけ込んで作った柚子親戚で、え、これでもこれ風邪ひいててる時にいいんじゃないですかよかねえよかねえけど、あでも柚子の果汁を合わせました、これはダイレクトに柚子だね、さらに隠し味に本格焼酎を合わせることで香り豊かな柚子の味わいを最大限に引き出しています、あこれあの割と、うん、あの生搾りゆず的な、うん、美味しいの、これ多分7位も飲めると思う、いただきます、そう甘さこれ何パーですか、いい 6% ですね、うん、あ美味しい、うんこれゆずとして美味しいね、うん、美味しい、これ美味しい、うんこれはいいですね、うんうん、うん、なんかこういうやつ後から苦いのがガッてくるかなって思ったんですけど、うんうんうん、そんなに来ない、美味しい、うん、美味しいです、これは美味しいと思う、でも果汁はグレープフルーツレモンライムも使用って書いてあります、本当だねでも圧倒的に柚子がちゃんとするから、うん、柚子だって分かるね、うん、でも原材料名グレープフルーツが一番最初に来てるんですいやああいう順だろ、違いますよこれはあの入ってる量が多い順に、多い順なんです、基本的に食べ物とかも原材料で一番多く含まれてる順に書くんですよ、そうなの、そ う, そういうものなんです、決まりなんだ、そうだからこれはグレープフルーツレモン柚子ライム、ちょっと待ってなんかさ後味がさグレープフルーツな気がしてきちゃったな、なんかするおいなんかこの苦味はグレープフルーツだったかと、俺このさ柚子のさちょっと皮が苦いじゃん、はいはいはい、その感じがいいよねって今言おうと思ってたのにさグレープフルーツの苦さなんかそんな気もしちゃいますねでもうまいうまい、うんうん、ちょっと高いんですねこれ、よくわかんないんですけど高い柚子親戚種に柚子の果汁を合わせてさらに隠し味に本格焼酎って書いてあるんですけど、どういうことなんですか、お酒がいっぱい混ざってるよってことなんですか、覚えてこの柚子親戚酒に柚子の果汁を合わせてさらに隠し味で、もともと柚子の焼酎に、うん、柚子のお酒に柚子を入れてるから結局やっぱ柚子が一番強い、あ多分そうなんだと思うんですけど、それに本格焼酎、本格焼酎ってどういうことさらに隠し味本格焼酎か、そうそうそう、どういうことなんですか、あのいわゆる酒の世界で本格焼酎っていうのはおつるいのことを言うの、そうですね、おつるいって何ですか、おつるいって香類ではないです、ね、香類ってさ、香類って何ですか、うちこういう割もあるじゃん、その豆乳割とか、はい、そのサワーに入れる焼酎とかあるんだけど、うんね、うん、それってのは基本的に味がついてないのよ、ほとんどその割物割る用の焼酎で、はいはい、うん、金宮とか、そうそうそう、宝焼酎とか、そのだから味を邪魔しない太一さんが好きなやつ、ね、あれそれドライだね、あでもまあでも、まあ、太一そうだね、まあでもほぼそうなんだけどあれ意味合い的にはそうなんだけど、ね、ストレートってそういうこととかってことじゃない、ストレートとかではない、あれよくわかんないな、割り物で他に本格焼酎の おつるいってのがあって、それはそれだけで美味しいっていうか、うん、味がついてるのがあるんだよ、ロックで飲んだりとか、うん、その、うん、水割りとか、つまり普段これ割ってるやつはそれだけであんま味ないんだよね、うん、そう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 、だなんかと割る用の酒、うん、あのが香類、焼酎が香類で、本格焼酎はそういう芋、それだけで飲む芋とか麦とかあるじゃん、なるほどなるほど、そう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 、でだから多分そういうのを入れてるってことだよね、苦味
うん、焼酎が入ってるのか。つまりそうだ、普通はこういうのはそのいわゆるスピリッツだけだけど、うん、はいはいはい、スピリッツ出た、出た、スピリッツってなんだ。お気持ちでしたね。そうそうそう。お気持ち、気持ちの問題になっちゃうから、ね、今日のラジオのキーワード、気持ちの問題。だからそれでちょっとなんか隠し味入れてるんだよね。あ、でもこれは、うん、いいですね。これ僕5を上げたいっす。おお、お、上から言っちゃった今、上げたいです。サントリーさん上げちゃいますよ。すごい立場だな。5で僕は行きたいっすね。まあ、俺はじゃあ4ですね。あ、4、僕も5行きたいっすね。おお、素晴らしい。で、多分わかんない、ゆずっていうのは本搾りで、違う、本搾り、本搾りですか。そう、本搾りでゆずが出た場合、あ、場合多分これっていう方向じゃないと思う。でもない気がします。ケミカルに走っちゃうと思う、うん、ちょっと、あ、ほう、そのライムとかと同じ感じで、あ、そう、そのスピリッツ感が強い。なるほど、なるほど。お気持ち強め、強めのガッツでくる感じになっちゃう。でこれはその辺もバランス取れてる。取れてますね。ね、うん、うん、これ美味しかったです。7円も OK 出てますから。はい、はい、というわけで、はい、いい、いや、3本でしたね。いい3本でした、ね。冬始まったようですね。そうですね。冬物語。うん。うん、っていう感じですね。いう感じです。はい、じゃあ次のコーナー行きましょうか。はい。あ、松井君ちょっといい。はい。じゃあ次は。G2 のレコレコメン。はい、このコーナーは、ライカフルレコーズ、辻が、今推したい音楽を、紹介する。そしてそれを、居酒屋に例えるというコーナーでございますね。今日はまず、ちょっと空いたんですけど、まず1個目はですね、もう大好きなバンドですね。それをまあとりあえず聞きながらいきましょうか。じゃあ、はい、お願いします。アメリカンフットボールですね。これはもう僕が大好きなバンドでですね、17年ぶりだったかな、のセカンドアルバムなんですよ。セカンドかこれ。2枚目なんですよ。2枚目か。で僕は1枚目はもう当然リアルタイムじゃないんですよ。うん、で、まあ、今回再結成、去年再結成して、はいはいはい、日本にもう来日して、はいはい、それも2公演したんですけど、うん、2days 両方と見に行きました、はいはいはい、
今回大好きなバンドで、あれ去年のこのぐらい時期、そうっす、多分そうですね、うんうんうん、でまあどうなるんだろうなと思ってたら、もう新曲を作って、うん、アルバム出すっていう、やっぱもう再結成のバンドはそうでなくちゃ困るんですよね。まあそうだよね、一本だけライブやられてもね、そうなんですよ、うん、思い出作りじゃ困るんだ、ね、そう、そこでちょっとだから辻くんがアメフト、俺のハイスターみたいな、そう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 、かぶるっていう話よね、かぶるというか、そうなんですよ、16年17年空いてるっていう、そうなんですよ、でもハイスターとちょっと違うのが、うん、アメフトの場合は、うん、もともと売れてなかったんですよ。あ、売れてなかった、売れてないんですよ、休む前、ね、そうす、当時、はあ、もう大学生なんですよ、そのもともとそのボーカルの、え、大学生だった、そう、マイキンセラってやつは、そのジョン・ワークとかの、まあ、ファミリーの一人なんですけど、もともとドラマーだったんですよ、高校生でドラマーを、キャプンジャズっていうバンドでドラマーをやってて、で大学生でギターでボーカルをやるってなって組んだバンドがこれで、まあ、なんかそんなに別にもうやっていこうぜっていう感じで組んだわけじゃなかったらしいです。なるほどね。で当時なんかそういう仲間で集まってなんか遊びながら適当に、まあ、割と適当にやろうとしてたバンドで、でもなんかもう最後そういうなんか仲間もいるから、まあ、ちょっとデカめのライブとかも出てたけど、基本はもう本当にお客さんは別にいなくて、で最後音源作ろうよってなって作ったのが1枚目のアルバム で、 でそれ最後ということ、もうそれを休止しようって思って、いや、それを作って、解散してるんですか、レコーディングして、そう、解散してるっていうか、別にそんな解散とかもアナウンスするぐらいのバンドじゃなかったらしい。なるほどね、そういうことか、まあ、インタビューを読んで、あれなんですけど、もともとそういう解散のアナウンスとかもしてないらしいんですよ。でそれでもうレコーディングして、もうそのままライブもシーズンが終わってるんです。マジで、そうなんです、すごいね。だからもう完全に後から評価されてる。すごいね、ピカソです。死んではない、死んではないけどピカソ。そうそうそう、そうなんです、だから珍しくて、それは、そうなんですよ、まあ、で、まあ、そこから、まあ、じわじわ人気になって、で、まあ、当然そのオーウェンってバンド、オーウェンっていうそのボーカルのマイク・キンセラがやってる、まあ、ソロプロジェクト、オーウェンってそうなの、そうなんですよ、あ、それ別とか、いや、アンドレコーズですとセブン EP も出してるかな、なるほど、でまあまあ毎年のように来てるぐらいの、割とまあちょっとまあ似てるっちゃ似てるんですけど、まあもうちょっと歌物で、もうちょっとギターじゃないんですよ、もうちょっとなんかなんていうんですかね、いろいろ使いながら、アコギもピアノとかそういう多重録音してる感じ、そうそうそう、なんかなんですか、もうこれアメリカンフットボールはもう本当にバンドっていう、まあそうね、バンドじゃないですか、うん、でもうギターのアルペジオ、まあ、もう一曲も聴きながら、でまあそうメンバーもそのジャズに傾倒してたりして、まあ、割となんか当時もそういうエモとか、うん、まあもともと多分なかったと思うんですけど、はいはいはい、そういうジャンル分けも、でもそういうハードコアエモとかポストロックとかにではないものをやろうとしてたらしいんですよ、でそれでこういう音楽が生まれたらしくて、で、そう、トランペットが弾けるメンバーがいたからトランペット弾いてやってるとか、そういうのもあって、だからちょっとなんか新鮮な音楽だったのがあって、やっぱまあ、僕はリアルタイムじゃなかったんで、まあ、普通にめっちゃ好きぐらいの感じで聞いてて、で、新作が出て、うん、新作を聞いた時に、
これってやっぱアメフトしかできんかったんやっていうのを思ったんですよ。でそれが多分ちょっと相田さんと話したんですけど、ハイスタと同じ感覚なんじゃないかな。アメフトが出て、アメフトになりたいバンドはいっぱい出て、アメフトっぽいみたいな音楽はいっぱいあって、でまあ、それを聞いて僕らはちょっと満足したけど、そうやっぱりちぎそうあ、分かるわね。別に何をやってるわけじゃないけど、そうなんですよテクニックとかでもないし、そうなんですよただこのメンバーじゃなきゃ出せないあれね、うん、それはすごい感じたんですよね、やっぱ。あ、なんかそうっすね、そっか、そうで、これ、まあ、これをそれは、まあ、居酒屋に例えようと思って難しいね、そこれ難しいのよ、言葉難しいよね。でこれもう禁断のあれを使っちゃおうかなっていうことになったっ、まあ、これを使うのはまあちょっと、まあ、逃げっていうか、まあこれ使っちゃったらっていうカードをちょっと使おうかなと思って。なんだろう。なんだろう。俺絶対知ってる。絶対知ってます。知ってますね。100%。何回がなんでわかるんですか。何回もこの。あの言ってもらってるんで、これはこれです。今日そう流す曲はこれです。俺が知ってるかどうかってわかんない。あ、知ってると思います。このラジオでも何回か出てる。そう、何回か話題になった。やっぱその源流かなっていう、そういうことなのかなって思いました。ああ、そうそこからこういろんな人たちがこうここから派生していった感じなのかなっていう。そうでもやっぱそこだけはやっぱ聖地かなっていう。上ですか。え、上じゃないな。えあで始まります。じゃあ、そうです。そうです。アメリカンフットボール。それもあって。そうですね。赤から。赤。はい、そうですね。じゃあ、これはもう使いたくなかったんですよね、本当は。本当は使いたくなかったんですよ。なるほどね。まあ、ということで、まあ、はい、秋元屋なんです。秋元屋ですね。はい、そっか。まあ、味噌焼き。はい。そうもつ焼き、そうだね、の元祖肉巻きトマトとかも、うん、そうですね、やっぱり他が真似しても秋元やってる分は確かにあるね。そうなんですよ。あ、なるほどね。そういうのまあ考え、結局やっぱもう秋元屋しかないかなと思って。確かに、なるほど、例えれなかったんですよこれ。確かにね、うん、やっぱりあそこっていう。そうなんですよ、結局ないね。そうなんですよ、確かに。こんなやっぱ派生してる居酒屋もないじゃない。ないね。なあ。そうですね。ちゃんと何々系っていうので派生してるのってあんまないと思う。ない。清志は行かなかったんだ。え？そう、清志はもうちょっとなんか違うんかなって思っちゃったんですよ。清志か迷ったんですよ。でも清志はやっぱりその一般性はそこまでないからね。そうなんですよ。ああ確かに、源流では、源流の源流ではあるけど。そう確かにそうだね。そうなるほど、ね、っていうこと。秋元屋出ちゃいましたね。秋元屋もう出しちゃいました、ね、この先大変だぞ。この先大変だなこれ。もう一回秋元屋言えないっていうプレッシャー結構あるね、うん、あるのよこれ。結構あるね。うん、はい、はい、ということで、はい、もう一個紹介しましょうかね。こっちから。はい、はい、じゃあ、聞いていきましょう。Yeah.
シティ、クリプトシティ、はい、の、シンプルから1曲聴いてもらってるやつですね。クリプトシティはね、もう、まあ、店でも割と、まあ、ケンタロウさんがよく来てくれたりしてて、元ナンバーガールのね、やっぱケンタロウさんの率いるファンドクリプトシティですわ。あーですね、この新譜が、先月出まして、そのツアー回ってね、僕はもう最終日見に行ったんですよ。おそう、フィーバーでね、メルトバナナ、あーそこそこ、そうだ、そう、まあ、メルトバナナ、バナナも、まあ、半端なかったわけですけど、まあ、クリプトシティもやっぱね、すごい、いやもうね、音がやっぱこだわりがやっぱすごいんですよ。なるほど、めちゃくちゃかっこいい、よかった、すごいね、まあ、クリプトシティってリフ推しなんですよ、はいはいはい、基本1個のリフを引っ張って引っ張っていく、まあ、展開もうコード進行はもう2個ぐらいしかないみたいなので持っていくバンドで、でもその、で音とリフがかっこよくてやいけるバンドって あんまりない、ないね、日本で特にあんまない、そうだね、と思うんで、まあ、それがやっぱいいなって思うんですよね。でもメンバーも今はもともと最初は、うん、セブ・ロバーツっていうギタリスト、もう外人だったんですよ、ほう、元々は、でドラムもスキル・キルスっていう、あそうバンドのドラマ、はいはいはい、まあ、がやってたんですよ、そうなんですよ、だったんですけど、まあいろいろあってやめて、うん、今はそのブッチャーズのドラマーの小松さんと、そのアートスクールやってる戸高さんが入って、うん、そうなんですよ。でまあそっからそうですね、割とまた変わって、そうそう、これ今流れてるのは初期の音源、あ初期か、これはあのセブ・ロバーツが前のメンバーでやったやつで、はいはい、またこれも全然違うんですよ、やっぱ何かありました。いやそう、なんかさ、これでも多分健太郎さんがインスタとか上げてるから大丈夫だと思うけど、今回の新譜が、はい、音作りに関して、はい、なんだっけ、ほとんどドラム以外は機械で、あ、そう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 、話を三島君の方にした、何だったっけな、そう、あの機械何だったっけな、そう、あ、どうせでした、そう、30万ぐらいする、音を記憶させて、うん、自分が出した音をそこに記録して、それをループさせてるってこと？あのね、もう出せるの。へー、なんか一回この自分が今出してる音をそのアンプっていうか、アンプシミュレーター、あーこれね、はいはい、はい、ケンパー、はい、なんだそれ、ケンパーっていう機材があって、ここに、はいはい、自分の音今記憶させると、うん、その音はもう自動的に出るっていう機械があって、それすごい、すごい、だからこのレコーディングほとんどドラム以外は音を出してない、そうそうそう、外に音が出てない、そうな、この空気感、あ、これはちょっと違うけど、さっきやったと、それすげえよな、しかもケンタロウさんがそれをやるんだっていう、そう、それちょっと、ね、意外ですもん、意外だよね、アンプ出すときやっぱこれから基本的に作ってるんですか。そうそう、アンプで作ってこれに記憶させて、あ、アンプで出すとか、ライブの時とか、あ、ライブはもうちゃんと出して、そうそう、それがすごいなと思ってさ、そう、すごいですよね。なんで今日クリプトシティにしたかっていうのがもう一個あって、はい、たまたま今日会ったんです、スタジオで会って、あ、クリプトシティにしようと思って、確かに、そうなんです、
あれジャケットもかっこいいよね。ジャケもかっこいい、黒地の、うん、すごいクールな、クールよね。そうで、これもね、これも難しくな、ないですか。難しいですね。これ何を基準にして選ぶかが、そうだね、すごい迷って、でも結構身近なとこは選びましたよ。はあ、日暮らし文庫を選びました。おー、日暮らし、はあ、やっぱ分かるんですか。私何だろうって思って、まあ分かんないやつ絶対ないあのうちのコーベリスのメンバーが前働いてたの、へー、鎌倉の立ち飲み屋に。そう、なんか古本もあるみたいな、そうそうそう、書いてあって、見てみたら、まあ、東文庫っていうぐらいだから一応本もある。なんで、ね、ここでも良かったぐらいかなと思ってる。あー、ケンタロウさんの、うん、人柄かな、はいはい、を考えて、うん、一見、うん、もう最初は怖い、怖かった、入りづらいって言った、そうそうそう、はい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 、でも実は話したらめちゃくちゃ優しい人、ケンタロウさんとか、まあ、そう、元々経歴もあるしさ、そう、見た目もでかいし、うん、怖いっちゃ怖いからね、そうなんです、見た目はね、話すとめちゃめちゃいい人だね。そうなんですよ、まあ、その感じで、あ、そかそか、入りづらいけど、そうなんですよ、入ってみれば、そう、あ、でも光の森もで下がんないからね光の森入りづらいけどね、看板がないって追加で最近看板が壊れましたね壊れましたねお世話になりますって 毎度になんでお世話になるツイッターでお世話になります、マジ狂ってるよ本当に、超面白いけど、うちもやろうかな、うん、やりましょう、お世話になります、お世話になりますってマジやばいよ本日のメニューはこちらでございます何とぞよろしくお願いします、面白いよな、なるほど、そう、店は狭いでも遠くへつながっているっていうなんかキャッチコピーみたいなのがいいなって、そう、そのなんか音楽もね、なんか、まあ、ちょっと、まあ、まあそういう人柄もあるから、うん、まあ、最初イメージもあるから、うん、とっつきにくい人だと思うんですよ、とっつきにくい音楽だと思うんですよ、うん、クリプトシティってちょっとまあハードコアで、ちょっと構えて聴かないとダメかなって思う音楽、うんだと思うんですよ、うん、けど別に聞いたらそんなことはないと思うんですよ、うんうんうん、リフで全然楽しめるし、そうだね、まあ、ハードコアと、まあ、割とまあ重いけど、うん、全然、うん、そうだね、全然聞ける、うん、全然初心者でも聞き、確かに確かに好きになれる音楽だと思う、うんうん、それはそうっていうのはなんかケンタロウさんの人柄もそこ音楽に出てるのかなって思って、うん、そう、それを考えて選びましたね、はい、ケンタロウさんに伝わるといいな、日暮らし文庫、はい、じゃあ鎌倉ですね、鎌倉ですね、鎌倉、はい、ぜひ立ち飲み屋です、鎌倉でも席やめちゃったんだよな、あ、そうそうっすもんね、あ、では先月3人とも行ってんじゃない日暮らしたまたまそう、てかたまたまてか鎌倉行って、そう鎌倉行って行ったんすよ、で関が辞めるって時に俺はやっぱ顔出しに一回行って、あ、はいはいはい、はい、その翌週片栗行って、あ、そうなんですね、関に会いにというね、はい、はい、私は行ったことないです、はい、そうですね、じゃあ CM 行きますか、はい、はい、私の認識としてはセ・リーグとパ・リーグは分かれてて、野球ってくくりは一緒なんだけど、ずっとインディー組はインディー組、メジャー組はメジャー組みたいな世界が違う、ルールとかも違うのかなって思って、セ・リーグとパ・リーグと巨人は何なんですか？巨人はドメジャーですよね。待ってください、巨人は最強ってことですか？巨人から生まれた生命体が陸に上がったりとかして、どうやって生まれたんですか？デッドボールって死ぬんですか？ルール違反ですね。スポーツマンシップに多分乗っ取ってないですよ。ハムスターズさんおめでとうございます。ハムスターズ勝利、
ことが分かりました。おめでとうございます。ハムスターズさんおめでとうございます。おめでとうございます。LF ルラジオこの番組は立山のコーヒー専門店畑山心のスポークンワーズプロジェクトが好きなパーソナリティでお送りしております。はい、はいはい、このジングルねいやこれ好きな、やっぱ、ね、あのなんて言うんですよ、4ビット、なん、ビット、4ビットなんていうの、ファミコンの、はいはいはい、音のね、音のね、そう、そう、やっぱあれは最初あれなんだろう、ファミスタかな、ファミスタですね、うん、あれ多分ね、そうだよね。そっからあの本当にクライマックスの時の YouTube の映像撮って、うん、これはマジ名編集でしょこれハムスターズさんおめでとうございますはい、そう、さっき、はいはい、そう、ちょっとね、名前忘れてたんだけど、さっき言ったその、畑山さん、畑山、はいはい、が、その、立山の喫茶店です。はい。あの、ぜひ皆さん寄ってください。サチモス4スの、親戚のおじさんがやってる、はい、本当にコーヒー屋としてめちゃくちゃいいんだよ。気になりますもん、だって。うん。で、本当、だ俺が、最初何も話さないで、つまり最初は、ブレンドコーヒーって言ったら、はい、つまりこ、ブレンドって、そのマスターがこう後ろでこうつまりコーヒーカップを見てさ、その人に合ったコーヒーカップを選んでくれるっていうことでしょうね。すげえ考えてめっちゃいいな、うん、あそれなんかでグッときますね。でまずこうお湯で温めてねコーヒー、うわーあーいいなー、すげえよかった、いいですね、はい、そうそうそうというね、はい、あ、知恵袋のコーナー行きますか。はい、これ行っちゃいますか。はい、じゃあ行きます。 7A の知恵袋来てる、はい、じゃあ 7A の知恵袋、あのお便りのコーナーですが、あの先月じゃない、前回のラジオ収録の時に来てたメール読めなかったんですよ、うん、いつだけね紹介しようかなって思います。こんばんは、いとちんと申します。七重ちゃん初投稿です。明日のアー見に行けませんでした。どうでしたか、楽しかったですか。あと今日のお昼はキノコとかぼちゃのカレーでしたっていうお便りが来てます。そう、私はこの子は分かるんですよ。あ、知ってる人なの。知ってる人で、そうそうそう、知らないじゃん冷てえないやいやいや、違う違う、あ、だからあ、はいはい、知らない人でさ、結構俺まずいなと思って、ね、ちょっと怖いよね、キノコとかぼちゃのカレーっていうのが、そういうこと言っちゃうな、いや、そういうこと言っちゃうんだ、そうそうPS 学祭来てくださいねっていうメールしてたんですけど、はい、あ、ね、学生先月、去年卒業したのかな、そうそう、で就職して社会人になった子なんですけど、なんか前にね、法政大学の子なんですけど、この子、うん、なんかよく私のお店いるところに遊びに来てくれてて、でなんか法政大学で学祭やるときに、なんか三つ目とか後藤真理子とか座禅ボーイズとかが来る年があって、うん、その年にその子たちがなんか軽音サークルみたいなのに入ってて、うん、なんか欧州のコピー版やるんだみたいなこと言ってて、うん、え、何それめっちゃ面白そうって思って見に行ったことが、欧州さん2週連続出てるね。そう、欧州のコピー版を私はわざわざ見に行ったっていうのがあって、わざわざ見に行って3つ目見て帰ったんですけど、そうそうそう、そういう話で、ラジオやってるんだよ、ラジオ聞いてねってこの前言ったらお便りくれたっていう感じですね、はい、そういう感じです。アスノアは面白かったです、ね、そう、辻君がアスノア話したいって言った、あ、そう、アスノアの話聞きたい、前のさやつでみんな喋ってた、はいはいはい、アスノアの話聞きたい、アスノアね、で僕その前半部分だけ聞いたんで、うん、
そう、僕もあの片岡さんの、うん、はい、ポスターや何が面白いポスターはこっち、あ、そっか何でしたっけ、何が面白いって言ってたっけ、あれインターネットのやつ、あ、ネットワークビジネス、あ、そう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 、ネットワークビジネスね、そう、ネットワークビジネスのやつは、うんうんうん、好きだったし、はいはいはい、そう、面白いなと思ったし、あのね、あの、ね、あの猫の7映画さ、いっぱい、はいはい、猫、うん、猫フリー演技するやつフリー演技するやつ、はい、フリー演技、そう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 、あれもさ、あの洗脳してくやつじゃないですか、あれって、あー、うん、はいはいはい、そう、要するにね、そうそうそう、猫という概念についてね、そうそうそう、あれもすげえ好き、でそのラーメンズのネタで、ザ・ラーメンズ好きなんで、そのラーメンズのネタでもあるんですよ、そういう、その片桐仁がバカの役で、うん、あの小林賢太郎があの信号は、うん、あの青で進めだけど、うん、で赤で止まれっていうのを、うん、その概念を変えるわって言って教え込むみたいなのがあるんです、でそれもめっちゃ好きで、なんかそういう感じがしてでもあの猫のコント誰もまともなやつ出てこないですよ本当に、まあね、だから結局だからどっちもおかしいな、全員おかしいんです本当に、うん、猫に憧れてる女の子もおかしいし、うん、お母さんもおかしいし、あの、ね、なんか知的ぶってる男もおかしいんですよ、うん、あれまともぶってるけど、うん、あの人、ね、そう変な人だから、うん、そうそう、あのハープって知ってますかっていうのを言い出すっていう、あ、そうだね、戦争はみたいな、戦争はですね、なんかこういう人たちが作ってやってるんですよみたいなのとか、うん、で言い出すっていうセリフがあったんですけどカットされててそこはそうだから全員本当はおかしいんですよあれ、そう、どうでしたか、なんか単純になんか自分がやっててできてるのかできてないのかいつも分かんなくて、そうそう、自分たちで見れるわけでもないし映像と違って、うん、7A、あれが一番自由、あ、猫だったじゃないですか、うん、猫が一番で、しかもさ、うん、1回見に行った時、うん、あれさ、あ、止まった、そうだ、1日、あ、ちょっと待って、1日目に私セリフ1回飛んじゃって、これは言ってたよね、そう、そうセリフ飛んじゃって、なんかあの猫のコントって結構こうけなげに一生懸命な女の子の役なのに、うん、はラジコンで何が悪いんですかとかあれしかもかなり間違えたセリフでしょ、いやいや合ってるんですよ、合ってるラジコンですよって、ラジコンじゃないですか、分かってないじゃないですか、ラジコンですよ、じゃあならラジコンでもいい、ラジコン愛して何が悪いんですかっていうセリフなんですよ、ラジコンで何が悪いんですかって普通に切れてるっていうちょっと投げやりになっちゃってどっちが俺私間違えてないよ感出すのがすげえ良かったいや間違ってるんですけどね、そう間違ってるんですけど、いやいやラジコンで何が悪いんですかそうだから切れてる感じだから分かんないっていうか分かるんだけど、そうそうそう、こっちは間違えてない感がえラジコン同時に出てて、はとか言っちゃったもんだって、えはとかそれも面白かった、いや初日感もあって、それも割と面白かったかもしれない、てかあの日ねみんなね結構飛ばしてたんですよ、止まったりしてたよね、うん、みんなと、うん、なんか止まらなくても飛ばしたりとかしてて、うそうそう気づかないけど、あこの人そういえばこのセリフ言ってないなとか笑ったりしてたから、笑ったりはね結構みんな笑ってるいつも笑ってる、そうそう、猫はね一番、そうですね、大北さん主催の大北さんも七重ちゃん猫良かったよみたいに言ってくれるんですけど、結構私そう何度も言うけど猫が一番難しかったんですよね、なんかその他のやつは結構キャラが立ってるというか、なんだろう、セリフがあったりするからってことね、ちゃんと、うん、だしそのなんとなくそのキャラクター像が本からちゃんと分かりやすいなって思ってて、うん、確かに、うん、だったんですけど、うん、猫はなんかふわふわした女の子だなって思ってて、うん、私まず猫のこと見て猫ちゃん猫ちゃんとか言わないし、うん、その気持ちが分かんなくて、うん、そうそう、別になんかこれコントだし漫画しゃべりでいいよってリアリティ必要ないからって言われてたんだけど、なんか自分の中でこう納得ができてなくて難しくて、そうそうそう、なんか
どうしてやればいいのか分かんない、そう想像して像がないってことだよね、そうそうそう目標とするというか難しかったんですよね。だから本読んでる時にこうなんだろう、自然だったら自然なのにこう読んでる時に人になんでいつもより声高いのって言われて、あ私このこれ女の子を一応演じてるつもりなんだなって思った時にこれじゃないなって思っちゃったんですよね。それでなんか難しいなって思ってて、あ私これなんか演技っぽくなっちゃってるんだろうなみたいな、別にそれコントだからいいんですけど、なんかもうちょっと自然にやりたいなっていう風に思ってってたからすごい難しいなって自分では思ってたんですけど、これ明日のアーのメンバーの人に言うと、ななえちゃんマジ行間読むよね、深読みするよねみたいに言われるんですよ。別に台本読めればそれでいいぐらいの感じなのにさみたいな。でもまあ実際明日のアーの人たちって役者さんをやってる人たちじゃないので、うん、本当にそのままのキャラでその人たちが台本ただ読み上げてるぐらいのノリなんですよ、うん、セリフを覚えてそれを言ってるぐらいのノリで成り立ってる世界観なので、うん、そうなんかみんなそれぞれが面白いんです、もともとのそのキャラクターが、うん、そうそう、そう、それを見てると私何もないなっていう気持ちになっちゃってたから、なんかその猫一番良かったよって言われるとなんか嬉しいけど不思議な気持ちになる、うん、なんか、うん、まあこれもね、印象的だったって感じ、うん、あ、まあそうですよね、猫はね長いしね他に比べると、うん、そうですね、猫が、まあ、一番多分セリフもあるし見せるものもある、うん、まあ、あとはななえちゃんの見せ場はあのスパムって言われて、ななえちゃんここ見せ場だからって言われたのはスパムですね。最後の、うん、レイバンのサングラスのやつ、まあ、ね、あれ感想見ててレイバンので泣いたみたいな感想見つけてすごい爆笑しちゃって、泣いた泣いたみたいな、どういうこと、どういうこと、分かんない、いい話だったみたいに思ったはどういうことすごいなって思ったんですよね、私それ、スパムにも気持ちが入ることで、そうそうそう、マジアンドロイドの気持ち、ああちょっとちょっといい話風じゃないか、いやいい話風だけど、まあまあ、いい話風だから泣くってすごいな、泣くかっていうのは、そうそうそう、安くなって言ってるだけですもんね、あれ、いやでも要するにそれがあの、まあね、アンドロイドの壁は越えられないけど気持ちを表してるっていう切なさ、切ない、あ、そういうことだよね、まあ、だいぶ深読みだな、それはそれこそ面白いなって、これ多分猫はそのエルフル忘年会でもやる感じになると思います、言ってましたもんね、そう、なんかちょくちょくその追加公演っていう感じはないんですけど、そのテアトロコントっていうコントとか演劇のイベントに出させてもらったりとか、そのエルフル忘年会とかもう一個決まってるんですけど、そういうのでちょくちょくやるんですけど、まああれ1時間半ぐらいの持ち時間だったんですけど、まあそういうイベントとかって30分とか40分とかじゃないですか、だからこう演目を減らしてやるって言ってて、まあ、LF 忘年会は、ナナエちゃん、LF ラジオやってるし、ナナエちゃん中心の演目やろうと思ってます、みたいな。あと、プラス、なんかこの、今やった公演の、前の、去年の公演のやつを、新しい人を入れて、新たにやるって言ってたんで、多分、楽しめるかなと思います。一回見てる方でも、新しい演目が見れるかも。っていう話をしてます。僕も、あの、こういう、あの演劇みたいなのを見に行くのって、うん、まあ、ほぼ初めてみたいな感じだったんで、すごい新鮮で、あ、生身の人が動いてるみたいのがってこと、あ、いや、あのね、じゃなくて演劇っていうことが初めてだけど、あ、そのなんかライブとかと合いそうっていうのはすごい思ったんですよ、うん、 あれ、うんうんうん、もう特にあの短編じゃないですか、うん、そうね、一個が確かに、だからあのあれって、そうそうそう、イベント出やすいですよね、そう、あの対バンイベントで、うん、間にあれが入ってたら、すげえ面白い、イベントじゃんそれ、そうね、うん、そういうのもっと増えてもそう、ね、いいじゃんって思う、うん、だからなんかちょっと昔とかあのお笑いの人とかが、うん、間に入るとかって あ,、うん、あるじゃないですか、うん、あの大の字、はい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 、ブッチャーズの公演とか、確か最初にブッチャーズが東京に来た公演とか、うん、大の字があのやってるんですよ、
対バンっていうか対バンっていうかそうっす間、はいはいはい、間にやってお笑いのネタをやるみたいなもうやってたりして。なるほど、ね、特別なセットとかが必要なければ空間さえあればできるっていうのであれば全然できますもん ね、 ね、うん、それって結構面白い、ね、うん、しなんでそれがなくなっちゃったんかなっていうのはすごい思う。そうだね。いやでもいわゆるそのかっちりした演劇はそのまあセットとかもね あったりするし、あともうそれが作品年に1本ぐらいしかできないからそれがアルバムと同じぐらいの力を入れててその世界観で全部出さなきゃいけないからみたいな話は聞いたことある。でも明日のアーはなんかそのコントと演劇の間というか、うん、まあコントでも演劇でもないじゃないからそれは結構特殊な形態だなって思うし、うん、そのそういう意味ではやりやすいっていうかそういう感じで入れやすいですよね。そうだからそれは、うん、そう面白いな。あ、そうっすね。そう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 、しかも一曲みたいな短さ、はいはい、そうそうそう、はい、そうなんですよ ね、うん、すげえシンクロしそうな感じがあってすげえ、うんうん、いいなと思って。俺ずっと前に大北さんと最初出会って、はい、で直後に普通に一人で来てくれた時があって、あ、言ってましたね、うん、割と本当すぐ、うん、その人の松村さんって人の芝居見に行って、その松村翔子さんっていう方がその明日のアーで前は役者さんをやってて、そうそうそう、その方があの役者さんじゃなくてこう演出作演側になるというか女優業をちょっともうやめますじゃないけど、うん、っていうのになって、あの女優さんを募集してますっていうのでオーディションで来てくださったのがそのあの宮部さんだったりとかで、あ、そう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 っていう感じなんですよね今回。そうそうそう、でその時になんかわかんないですけど、あ、映像だから僕見たことあったんでなんかわかんないけど、明日のアート柴田さんのツーマントレなんかやってみたいですよねみたいな話ちょうどその時してたの思い出して、だから今回もそれで、まあ、柴田さんあの来てくれるってことでよかったんだけど、超楽しみ。まあ、柴田さんももちろん音楽だし、はい、なんか、うんうん、あのだけど、まあ、あの人も演劇 FT っていうフェスティバル東京とか出てるし、なんかすげえ演劇やってそうな、割とそうね、その辺も知ってるし、なんていうか、まあ、ライブも、うん、ライブだけど、はい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 、やっぱ結構見栄えとか、はいはいはい、もうすごい面白いから、うん、なんか合いそうだなってずっと思ってて、だから今回は明日のアーの次柴田さんですから、ああ、なんかいい、そう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 、あ、いいですね。それもなんか楽しみなんだよな。楽しみだな、なんか忘年会、そういうなんかどういう出方になるんでしょうね。それこそ明日のアーはそのライブバンドのバンドとバンドの間の転換的なところで1公演ずつやるっていうのも面白いかもしれないですね。あ、でも DJ の方いるんですよね。そうだ、忘れた、すいません。でもなんかそのバンドも結局やっぱ同じ曲をうん、ライブでやるじゃないですか、うん、はい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 、はい、でコントとかそういう演劇も、うん、演劇ね、結局同じだけど、うん、毎回違うじゃないですか。そうですね、うん、生もの感が、あ、だから、ね、だから、あ、そのな、そういうのを続けてったら、うん、コラボとかもすごいいっぱいありそうだし、あ、バンドとコント、うんうん、コントっていうかその演劇との、うん、うん、そうですね、そうだね、この曲はこう出てもらってみたいなのとか増えたらすげえ面白いことがいっぱい起こるんかなって思って。それは確かに。そうそう、大北さんあの言った時覚えてなかったんですけど、あの打ち上げの時にあの LF 忘年会出ることにしましょうとか言った時に、なんかじゃあ次回は相田さんとか出しましょうよって私言ったんですよ。あ、相田さん出してちょっとバンドあるある的なネタのコント書いて、 あるじゃん俺が、そう、そうある、そう、バンドちょっとあるあるネタで聞いたけど、そう書いて、それでその後その架空のバンドとかでライブをするとか、あ、そのお話の続き的な感じでとかやったら面白そうですねみたいな話とかしてたけど、大北さん酔っ払ってて覚えてなかったっていう。いや、ブッキングマネージャーあるあるとかもうやばいでしょ、やばいっす、やばいよね。面白いと思うけど、ノルマのやつ、ノルマのやつ、マジで最後の公表の時とかもういくらでもネタかけっすなんかそういうなんだろう、
それこそ今回のアスノアってそのまあ、デイリーポータル Z っていうサイトのライターさんが主催でやっててっていうのもあるから、もちろんデイリーの知り合いの人とかが多いけど、その衣装がそのファッションブランドのスニューっていうブランドだったりとか、まあ、バカントだったりとかで、私が入ってたりとか宮部さんが入ってたりとかで、結構ちょっと違う方角からのお客さんとかも多くて、なんかそれがすごい合致してたみたいなのが言ってて、すごい面白いなって思ったんで、なんかそこにまたそういう音楽的な要素が入るとまた変わっていったらまた面白そうって思いますね、うん、シネマスタッフのお客さんは行かなかったんかな、わかんない、居酒屋シネマ見て誰か来てくれたかな、それで行ってた人いたらすげえ嬉しい、行ってた人いたら嬉しいけど、どうだ、うん、どうだったかな、わ、うん、かんないな、どうなんでしょう、居酒屋シネマ見てくれてる人は基本的にシネマスタッフのファンだから、うん、ね、私居酒屋店員のファンの方はあんまりいないんじゃないかな、わかんないけどね、あのまたやるので、うん、あ、で、あの一番話したかったのが、うん、これハリエさんも言ってるかもしれない、うん、知れないですけど、うん、その後半をまだ聞いてないんで、うん、あのハリエさんが出た、うん、出てる、はいはいはい、時を聞いてないんであれなんですけど、うんうん、ハリエさんと同じ日に行ってる、そう、はい、ハリエさんも1日目に見に来てくれててね、うん、で、アフタートークがあったんですよ、それね、もう最高だった、 それがすげえ面白くて、はい、それが、うん、あの一番あの基本的にはあの、チラシのフライヤーの説明をする、うん、はいはいはい、吉丸さんのね、そうそうそう、で、はい、そっから、話がそう逸れて、壺に、あ、じゃあ壺じゃねえ、隕石、隕石、隕石、はいはいはい、森翔太さんが隕石それって話しました。それを聞いた。ちょっと話した。うん、でもあれやばい。あれでしょ。あ、そう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 。うん、どこだったっけ。浅草。スカイツリーの下。スカイツリーとかの下のとこで行ったら、そこで結局買っちゃったけど、うん、それがなんでかっていうのが、うん、話で出てきたのが小木奈穂。奈穂夫人ね。とその話ね、そう、それがね、やっぱもういよね、いいよね、おぎやはぎのメガネビーキ聞いてる人には一番もう、そうだね、俺も初日したら、あーって声出ちゃったかもしれないそうそう、森翔太さんがね、吉丸さんもどん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 こう自分で上がってっちゃう感じも結構やばいなって思って、うん、この図はここにこれが書いてあって、今日この最初にこの、うん、2人がぐるぐる回ってたのとか、このなんだっけ DNA の螺旋の感じとか、それがみたいな話とか、どん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 つながってってることに自分自身がテンションが上がってって、ね、はいはいはい、どん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 これつながってるんですよみたいな話をしてて、すごい面白くて、 そこら辺俺よくわからんかったわ、あ、本当だ、そうで、森翔太さんはそっちがつながってるんだなっていうのが、もう本人たちで盛り上がってる、そうそう、本人すごい盛り上がっちゃってて、で森翔太さんは森翔太さんで、すごいもうなんか壺がとか宗教がとか、なんかそういう、そこがめっちゃ面白かったよ、でもそうそう、やばくて、本当にその当時その学生時代に東京来て、うん、そうそうそう、ポスターポスターじゃねえ、ラッセンの絵、あ、そうラッセンラッセンの絵、あのイルカの絵、はいはいはい、道端で、うん、今こういう展示会みたいなのやってる、あ、女性が、そう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 、ラッセンの絵を買わされたみたいな最初60万ぐらいの絵を買なんだっけ、7000円みたいな、そう、結局7000円だか3万円だかなんかすごい値切ってそう、結局そんくらいの絵を結局買うっていう、買うっていうすごい純粋な人なんですよね、森翔太さんって、そうそう、1年に1回引っ越しする人、ね、そう、1年に1回引っ越しする、引っ越しと失恋を繰り返してるんですよね、うん、それがあれだよ、そう、あの図がね、そうそうそう、それがレンコンにつながる、あ、そのレンコンと話して出てたっけ、あ、からしレンコン、あ、そうだ、それは関係ねえか、でもかあります、なんだっけ、これ結構ネタバレになっちゃうけど、なんだっけ、サイコパスのコントの時に、うん、あ、もうすぐ夜ご飯だよって準備しなきゃ、何食べるんですか、肉まんじゅう、肉まんじゅうとからしれんこん、なんでからしれんこん、穴という穴にあんな辛いものが詰まってるから、あ、そう、
っていうからしれんこんですね。その時俺一番宮部さんやばいと思ったんだよ。やばいですよね。あの時が俺一番やばいと思ってた。サイコパスなんで。その話入る前よりかあの受け答えが一番やべえな。あれやばかったよね。金麦はサイコパス。あれやばかったね。そうそうそう。どからもうどこ見ていいか分かんないと思う。もう完全にかー。そう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 。あの時やばかった。そう、あれはあの一人二人で座っててこう対面してるっていうのをこう分けてやったんですね。それが結構難しかったですね。うん、面白かったですけどね。そうそうそう。わーっていう宮部さんマジ天才なんだよな。すごいな本当に。顔が面白いのはやっぱずるいですよね。そんなこと言っていいのかな。まあいいか。いやずるいですよ。まあね、本当にだって何回見ても笑っちゃうし。あのネットワークビジネスの、あのとちあきさん VS 宮部さんの感じ超やばいなと思って、ね、やばいね、あれは。あれすごい。なんだその動きみたいなのが顔に出ちゃってるから、ね、グワみたいな。毎回同じ、毎回初めて見たみたいな反応ができるのもすごいし、うん、すごかったですね。うん、やっぱその辺は役者だよなって思ったもん。うん、やっぱりすげえなと。あとなんかなんて言うんでしょうね、こう宮部さんは違う役をやらせたら違う人にちゃんと見えるっていうのがすごいなって思って、同じ人が別の役をやっても結局その人に見えちゃうんですけど、なんか宮部さんはちゃんと別の人に見えるなって思ってて、確かに、ね、すごいなって思ってました。確かに、うん、衣装ずっと同じでしたもんね。そう、衣装同じでも全部違う人に見えるというか、そうそうそう、私基本的にドテミちゃんだったと思うんですけど。ドテミちゃん、ね、ドテミちゃんっていう名前もやばいですよね。まあそんな感じで、まあすごい面白かったし、これ今後も楽しみですね。うん、はい、俺めちゃくちゃトイレ行きたい。あー、わかる、もうムズムズしてるわ。じゃあエンディング行きましょうか。はい、エンディング行きましょう。はい、はい、今回もやってまいりましたエンディングの時間でございます。やってまいりましたエンディングの時間です。いやもうなんか今日はあっという間でしたね。確かに、うん、久しぶりのゲストなしの通常回でしたけどね。え、結構 ゆったりしてたな。ゆるーくって感じだったけど、結局でも話すこと結構あったのね。そうですね、うん、そうね、もう次、そうだね、もう今年もあとラジオ 1,2,3 回ですよ。3回か、3回、3回ですよ。じゃあ次回鍋やりましょうね。鍋豆乳鍋かな。豆乳鍋、豆乳鍋すごいね。豆乳鍋がいい。豆乳鍋最高にうまいな、うん、そっか、もうあと3回か。次の収録が11月の22日の火曜日ですね、はい、皆さん LA フルに遊びに来てくださいね。お願いします。また3週空くんだよな。え、3週空く？空きますね。12月13だから。12月13時27だから。ああ、はいはいはい、また293週間空いちゃうんですね、まあ、じゃあその時にあれですかね、なんか秘蔵ラジオ、秘蔵ラジオかな、まあ、前回の後半も、はい、そうですよね、流すとこないんだもん。流さないと。そうまあ、そこ3週間空くからそこでね、はいはい、というわけで、はい、お手洗いから帰ってきた辻くん、顔がキリッとしてますよ。はい、はい、まだ全然喋りたいね。いいですよ喋って。いや、なんかあったのよ俺。何何本当は、何やったっけ。あったの。そう、アスナーの
っていうか明日の後関係ないけど、あのカレー美味しかったですね、三島くんの。あ、美味しかったね。カレーの日来れたんですよ。お、そう、これいけないかなと。もうなんかあれあれ金曜日土曜日でしたよね。 4,5 でやったんですね確か。で4日が金曜日、めちゃめちゃすごい早く売り切れてて、だから次の日無理だなって思ってて、そしたらなんか8時以降も全然ありそうみたいな。そう、本当に最初すげえ暇で、でもうしかも前日がだったから、三島君もちょっとそれプラスアルファで、はい、多い人数作っててさ、で知ったら全然っていうか本当に来なくて、すぐ列も終わっちゃってさ、うん、でもう途中でこうやべえなやべえな、ツイッターやばろよ、どんどんやろうっつってだって途中こう7位来れえかなとか言って言ってごめんなさい。いや、あの8時まで仕事があって、でしかもあのお店のなんか新しい企画のレセプションパーティーみたいなのでちょっと遅くまでなっちゃってて、そうもう残ってないかなって思ってて、だから8時以降も残ってるやつは全然ありますみたいなツイッター返ってきて、まあ、最初はの、まあ、8時ぐらいで終わりそうですねっていう、そうだから予測はね、8時以降でもあるのかなって、もう11時半までやってでもすごい美味しかった、うん、すげえ進化してる、すげえザやっぱカレーにでしたね、あれがカレーだね。カレーがね。カレーでしたね。めっちゃ美味しかった。いや別に美味しくないことはなかったんだけど。美味しかったけど、やっぱあれがカレー今回ね。かっていうのが健太郎さんがね。そうね。ひよきさんも来てくれた。あ、ねえねえ。そう。そう。そうそう。美味しかった。うん、思い出した。いや思い出せない。何？から。明日のアーで。なんかあったのよ。なんだろう、なんかあったんだけど、え、それは演目について、いや違う、演目じゃない、つながりじゃない、なんか気になるものがあった、なんかあったんだよな、なんだろう、でも結構なんかあの関山さんも見に来てくれたっていうのもあるんですけど、そのカメラマンの、うん、あの3つ目のボーカルの子も来てくれて、あ、そうなん、そうそうそう、へー、ボーカルの子って言う、すいません、すいません、そう、関山さんは3つ目のミュージックビデオとか撮ってて、そうそうそう、なんかあとあのトリプルファイヤーの吉田さんも来てくれたし、へー、すごいなんか意外と面白い人たちが来てくれてるなって思った。まあ、でもなんかそうやってなんか音楽といっぱいつながってったら、うん、ね、面白そう、面白い、ね、でも 7A が音楽とすごい関係してるからさ、うん、そういうのでつなげてってくれたら、そうですね、うちらは嬉しい、新しいかな、新しい、そう、思い出せなかった、思い出せない、じゃあ今回はそういう感じでお送りいたしました。お送りしたのは、はい、LA フルの間でした。ライカフルレコーズの辻でした。ナビゲーターの七重でした。ありがとうございました。ありがとうございました。